信チャンネル第256回、今回のヘッドラインはこちら。労働者の力で安倍を監獄へ、 5.15 沖縄闘争と各地の連帯行動です。この間、コロナ危機ということもあって、本当に多くの人がね、政治に関して目を向けて1000万規模のツイッターでもなんかってこともありましたし、 TL が怒りに溢れているということもありまして、この辺でね、たまにはちょっと癒しを全身チャンネルとしても提供しようと思いまして、三立家で活動している仲間からもらった猫の動画を皆さんに提供したいと思います。ぜひどうぞ見てください。皆さん、このほら腹触られた。もうこの目、もうそこまでやっていいのかって感じですけどね。そしてこのもう抱き切った感じ良かったと思います。じゃあ全身チャンネル本編いきましょう。今回の前身はこちら、5月25日号の一面です。労働者の力で安倍を監獄へ、雇い止め大量解雇を絶対許さない、労働組合に団結し命と生活を守ろう、検察庁法改正案に抗議しますのツイートが1000万件を超え、抗議の声が巻き起こりました。このうねりを受け、国家権力中枢にいた検察 OB までが反対意見書を提出、さらに賭け麻雀の発覚で黒川検事長は辞任に追い込まれました。大勝利です。他方、コロナ危機を背景に大量の非正規雇用労働者に対して雇い止め通告が行われようとしており、メディアでも5月危機と言われています。労働者が生き抜く道は自らの延命だけを考える安倍政権や資本家に対して労働組合を作って戦うことです。共に立ち上がりましょう。続いてこちら、5月21日号の一面です。沖縄全国で安倍倒せの怒り、5月16日、本土復帰から48年を迎える 5.15 沖縄闘争として、改憲戦争阻止大行進を沖縄が呼びかけるデモと集会が那覇市で行われました。また、米軍基地のある東京福生や横須賀など、全国各地で沖縄連帯行動が戦われました。統一の映像はこちらです。医療従事者はヒーローではありません。私たちと同じ労働者です。医療従事者に危険手当と労災の適用を約2年ではなおも高すぎます。コロナに乗じて改憲するな。ご視聴ありがとうございました。前身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルの ZNN もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もぜひチェックしてください。それでは生き抜くために頑張っていきましょう。前進。